欢迎收听第十七集的微妙放松啊！咁今次的微妙放松咧就有啲特别啦，因为阿轩咧就最近忙紧做展览啊，咁佢就的而且确见到佢系好忙好忙，咁所以咧今集咧就净系得我 Hiko 同埋 Mitchy 生一起去倾嘅微妙放松，咁所以今次的微妙放松咧就会用日文播放嘅。咁听广东话嘅朋友可能下次等一等阿轩得闲先啦。さあ始まりました。微妙な放送第17回目になりますね。で今回はヒンさんが展示の準備とかいろいろ忙しいので、日本語の放送になると思いますが、僕ヒコとあの日本でのアーティストさんミチさんと一緒にお送りしたいと思います。まあそれでは一応ミチさんを呼びかけてみましょう。はい、こんにちは。はい、こんにちは。いや日本語の放送ですよ。ヒンさんが22日に展示が始まるとかで、うん、そうみたいですね。22のオープニングがあるみたいで、その準備をしてるみたいで、うん、なのでこの2週間はちょっと忙しそうなので、うん、2週間分かもしれないですが、微妙な放送は日本語での放送になります。まあそれか、あの、なんていうのかな、笑える話が思いつかなくてちょっと精神的に、ね、ちょっと逃げたりとかしてますね。いやいや、嘘嘘、だって前回俺が行けなかったわけだから。いやいや、あの前回あのミチさんがな、忘れたのか忙しいのか僕分かんないんですけど、うん、前回実はあの、うんうん、ヒンさんとは一応ビデオ電話をつながってちょっと喋ったんですね。ミチさんを待ってる時に30分間ぐらい喋ってたんですよ、うんうんうん、その時もヒンさんは結構忙しくて、うん、準備する時間がないとか結構言ってて、ちょっと心配だなって言ってて、ね、そうなんだ、うん、まあ、全然負担にならない方がいいからね、こういうのはね、うん、なので、うん、まあ逃げたのかもしれないですね。思いついてないので。いやでもまあまあ、あの展示2週間前といえばかなりナーバスだし、まあ映像作品とかだとずっと手かかるから、そうですね、まあしょうがないんじゃないかなと思うけど、まあしょうがない、まあ本当に忙しいのは分かってますよ、うんうん、そうですね、この1ヶ月間結構そうだったので、ねえ、なんか忙しそうだよね、本当に。そうですね、うん、なので前回話した微妙な放送での滑らない話はまた延期となると思いますね。はいはいはい、そうですね。一応ミチさん、ね、準備しましたか？なんか考えたは考えましたよ。うん。あの、うん、この話するのも実は1ヶ月前なんですよね。そうですね。この1ヶ月前が前回の放送で、あの今回滑らない話と絵を描きながらあの放送収録を行うっていう話だったんですけど、うんうん、うん、その週に僕は実はもう結構考えて、あ、やばい、時間がないと思って、もう放送収録始まるなと思って考えたんですけど、その結果1ヶ月後になっちゃったんですよね。いろいろわけあって、ね、いや、なんかいろいろ考えたけど、そんなまあバカ笑いするような話じゃなく、少しくっきりみたいな感じはまあ、うんうんうん、あるんじゃないかなと思って何個かは調べといたけど、そうですね、エピソードトークみたいな感じですか、ね、そうですね、そういうのでいい。で今回の放送に向けてもいろいろ僕も台本とかいろいろちょっと結構書いてきて準備したんですけど、滑らない。これは2人用にってことじゃなくて？もちろんもちろん。ああ、そうなんだ、うん、はいはい、まあじゃあいろいろ準備したんです、まあ次回に、うん、先になるんじゃないですか。うん、そうですね。この2、3週間前の放送からどんな感じですか、僕はですね、あの声優のお仕事やったりとか、あ、そうなんだ、うん、友達と会ったりとか結構充実してた2、3週間だったんですけど、コロナに関してはワクチンはどうなんですか？まだ海外あんま入ってない。ワクチンはあるんですけど、全然打ってる人もいるんですけど、うん、僕の周りでもあんまり今打とうと思う人は多くはないんですよ。そんなにそんなに流行ってないみたいな、あの、まあ状況見つつっていう感じが多いですね。一番心配なのが、うん、あの今香港では2種類のワクチンがありまして、うんうん、バイノテクと、あともう一つ中国産の、はいはいはい、国産のワクチンがあるんですけど、うんうん、今政府側はちょっと市民をちょっと脅してる感じで、ワクチンを早く打たないと、うん、中国産のワクチンを強制に打たせるぞっていう
感じになってるんですね。うんうん、なのでみんなバイノテックの方をみんなあの予約してウッチに行くっていう感じなんですけど、うんうんうん、まあ今のところなんか大丈夫かなっていう方は多いですね。まだ打たなくてもいいかなって。感染者数みたいなのはどんな感じなんですか今香港。感染者数はこの2週間、うん、インドから来た方がいまして入っちゃったんですよ、うん、おインドの変種株が入っちゃったんですね、うんうんうん、でその方が、まあ、その方の彼女といろんなところに行ってたようで、うん、それを隠してたんですよ。は発見された時点でどこに行ったとか言わず、ちょっとずつなんか喋り出して、あそこにも行ったよ、あそこにも行ったよっていう感じになって、で逮捕されたんですけど、まあまあまあ、でも、うん、その変種株がちょっと流行ってるっていうか、毎日ちょっと何人か出てるって感じですかね。そこまで爆発的に数十人とか数百人ではないです。日本の場合結構ね、もう入ってるし、かなり増え方がおかしくなってきてるから、うんうんうん、なんか笑えない感じにはなってきてて、ただ、そうですね。まあ、その状況に加え、オリンピック開催するって言ってますからね。あと2ヶ月でしょ。だって何にも準備できてないし、海外からも来てないし、うん、まあ、どうなんだろうね。まあ普通にこう、だったら正直早めに中止と言った方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。でもまあ中止って言った瞬間にまあ何千億、うんうんうん、1000億円以上を支払わなきゃいけないでしょ、医者に。うん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 、だから、まあ、その IOC 側から中止しますかっていう話が来るのを待ってるのか知らないけど。うん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 。でも本当に。どうなんですかね。本当に貧乏くじ引いちゃったみたいな感じになってますよね、今ね。まあそうですね、たまたまこの状況もあって、まあ、せっかくオリンピック開催できるってなっても、うん、まあ、コロナの影響でね、うん、難しい状況にはなっちゃいましたけど。そうだね、うん、まあ俺とかは別にあんま関係ないっちゃ関係ないけど、でもちょっと今流行りすぎてて、死亡者数もかなり増えてるから、大阪とかでは。うん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 、だからまあ他人事ではないし、うんうん、でもうなんか麻痺しちゃってるっちゃ麻痺しちゃってるよね、みんな。そうですね、うん、1日50人大阪で亡くなってるのが結構普通になってて、確かに結構なことだぞみたいな、それってですよ、うん、うんうん、かなーって感じかな。あと、うん、まあ他は仕事としては声優とかの仕事だった。そうですね、声優の仕事で、通訳の仕事最近本当にあんまなくて、なくてっていうか僕に回ってこなくて、なんか声優の仕事ばっかり回ってくるんですよ。へえ、声優っていうのは、うん、どういうところ、ナレーションだったりとか。ナレーションとかアフレコとかですね。んで先日やったお仕事はアフレコのお仕事で、なんか日本の企業でのトレーニング用のスタッフのトレーニング用のビデオ、はいはい、のまあ、アフレコみたいな感じで、こういうふうに接客した方がいいよとか、こういうふうな感じで喋った方がいいよとか、そういう内容 のアフレコをやりました。それの広東語と日本語をやるみたいな。日本語だけやりました。あ、そうなんだ。日本の仕事なんだ、それは。一応なんですかね、日本の会社が多分香港の会社に依頼したんですよね。あ、香港の方が多分安いんですよ。ほう、日本で声優探すより香港で声優探す方が安いと思うんですよ、多分、うん、なので香港に依頼してきて、香港で日本人を探して、日本語喋れる方探してやるっていう感じなんですけど。マジか、変な仕事、うん、結構そうなんですよ、結構多いんですよそれが。あ、そうなんだ、うん、で結構失敗するのも聞くんですよ、うんうん、香港で日本語ちゃんと喋れる人はあんまそこまで多くないので、うんうんうん、日本語って結構香港の弁があるっていう。さらにだって仕事するときは広東語で仕事しながら、喋るのは日本語喋んなきゃいけないから、広東語がしっかり分かってないとダメなわけだしね。そうですね、でもただ、ね、僕日本語でアフレコするじゃないですか、うん、録音してるスタッフも日本語分かんないんですよ、うん、なので判断は僕自身なんですよね。危険。そうなんですよ、これでいいのかなっていうのがあるんです。そんな仕事がある。まあ、僕の友人も日本語喋れる方なので、僕の友人も会いまして、一緒にその日は
アフレコして楽しんだんですけど、うん、でそのナレーションをアフレコする方がいまして、女性の方で、うんうんうん、多分 20代前半の方で、で、うん、まあ現場に行った時にちょっと会ったのでちょっと喋るじゃないですか、うん、あ、日本語どこで習ったのとか、はいはいはい、でその方がまさか日本で専門学校でナレーションの勉強してたと。へえ、すごいなって、これはちょっと期待するぞと思って、うん、ちゃんと日本の専門学校でナレーションの勉強して、でその後にナレーションの、まあ、声優の芸能事務所にオーディションしたんですけど受からなかったって言ってまして、香港に戻ってきたとかそういう話してて、いやこれは期待大だなと思って聞いてみたら、うんうん、やっぱり全然香港広東語の日本語でしたね。ああ、そうなんだ、うん、なので、あ、ちょっと残念だね、やはりでこれじゃダメだなと思いましたね。最近彦さんなんか日本の映画とかテレビ番組とかなんか見てたりするんですか？番組は基本ずっと見てるんですよね、日本の。おう、それはバラエティ番組とか、はあはあ、ネットじゃなくて普通に普通に、あ、普通に、あ、はい、あらゆる方法を使ってそれはライブで見れたりするしてる？ライブではなくて次の日に誰か、あ、まあ、まあ技法なんですけどね、はい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 、アップロードしてるのでそこでちょっと見たりとかしてますね。でも大体そういうことってなったら垂れ流しっていうよりは検索かけるってことは、どういう番組っていうのは自分からこう手をこう出していくて、まあ、自分から手を出してる番組が多いですね、検索っていうよりか。はいはいはい、どういう番組、まあ、アメトークとか、あ、ロンドンハーツとか、芸人系の番組が多いですね、お笑い系の。おお、そうなんだ、うん、あとは、まあ、バナナマンさんが出てる番組とか。はい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 、ポツンと一軒家みたいなのは見ないんだ、うん。ポツンと一軒家はたまにゲストで、まあ、好きなアイドルとか好きな俳優、まあ、役者さん芸人さんが出てるときにたまに見たりとかはします、ね。お笑い番組を見るんだね。うん、お笑いが多いですね。そっか。みちさんはテレビ見ます？番組あんま見ないイメージですけど。うん、ほとんど見ないかな。なんか対岸に住んでる実家とかにたまに娘を連れて帰ったりしたら。うん、まあやっぱ実家だとテレビつけっぱなしでご飯食べたりするから、うん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 、そういう時に見たりはするけど、基本的にはなんか見たいドキュメンタリーとかなんかそういう何かあれば検索してみるけど、うんうん、常に見てるものってないね。ラジオぐらいか、伊集院とか、ラジオはまあ大体聞いてるけど、なるほど。僕は結構もう固定して何個か何個かみたいな感じですね。ラジオの番組も。はいはい、はい、うん。あとは、ミチさんはたまにホテルに行ったとき見ますよね。うんうん、そうそう。ホテルの時は、特に今、外でご飯食べられないし、うん、あと、まあ、仕事の相手との会食とかもないから、うんうん、まあ、家帰ってご飯、まあ、お弁当買ってきて、なんかビールとか飲みながら、だら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 。でもまあ、なんかやっぱ昔ながらのテレビの見方っていうのはもう終わったなって気はするね。と言いますと？だからその俺がちっちゃい頃とかは家族でご飯食べたり食後とかになんかこうチャンネルの取り合いみたいな、リモコンの取り合いみたいな、はいはいはい、常にテレビを見ててついててっていうことだったけど、なんかうん、いろんな家に友達ん家とか遊びに行ってもそういう環境ではないし、うんうん、子供とかもなんか YouTube 見てるから自分が見たいの見てるし、あとは更新されたらそれをこう自分で探しに行って見てるし、ああいうこうダラダラつけっぱなしでいろんな情報が入ってくるってことがないから、そういう意味では逆にこうよく言われることかもしれないけど、イレギュラーにぶつかるってことがないじゃん、情報と。ああ、はい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 、そうそうですね、うん、なんかまあラジオとかだったらこう音楽かけたりとかわかんないいろんな情報が入ってくるけど、自分がこう興味を持ってないものがいきなり飛び込んでくるってことがあんまりないじゃないよね。うんうんうん、まあテレビ自体見る人は少なくはなってるので。なってるかな。そこに加えて僕みたいなテレビっ子みたいな子はもっと少ないと思うんですよね。うんうんうん、うん、まああとワイドショー、ニュースにしてもワイドショーにしても全体的にああいうこう
ワイドショー的な番組が多くて。ワイドショーといえば僕ね、日本のニュース番組とかワイドショーに対してね、一つ言いたいことがあるんですよ。うん、ああ、ぜひぜひ。いつもいつも思うんですけど、僕たまに日本に戻って、ま、あの埼玉に実家あるんですけど、うん、埼玉実家とかに戻った時に、日本の朝って結構各テレビ局もワイドショーとかニュース番組やってるじゃないですか。うんうん、ほぼ全部同じ話ばっかりしてるじゃないですか。してるしてる。しかも流行りの3つぐらいのやつばっかりやってるよね。ですよね。うん。他のニュースないんかっていうぐらい。そう、ちゃんと変えてっても大体同じニュースしてるもんね。しかも内容も同じなんですよね。そう、内容も一緒。知ることも。あとはコメンテーターが若干違うこと言うだけっていう。うん、ですね。でも塩梅で結構言ってることも似たようなことじゃないですか。そうだね。それに僕すごい違和感感じちゃって。うん。違和感っていうか、なんかなんだこれって思う。まあ、それがどんどんその傾向が強くなってるから、ニュース、しかもニュースが、ば、なんていうの？ああいう、ワイドショー化してるから、うん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 、だからみんなでこう、ワイワイ言って盛り上がるような話題、うん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 、ばっかり、不倫の問題とか、どうでもいい話ばっかりになってきちゃって。うん。うん、それは良くないと思うんですよ。うん。だからまあ、まあ、単純化してる。あんま見ないですよね、うん、だからやっぱりね、多分ね、ああいうテレビを見てる人って大体ね、まあ、年齢的には60以上、うんうん、でずっともう見続けてきた人がもう脳みそが動いてなくて見てるだけだと、それをなんか2日3日ぐらい続けてやる時もあるじゃないですか。ある。いやもう、うん、そうね、ずっと1週間ぐらい引っ張ってる時もあるよね。そうなんですよ。そうだ、今だったら俺全然見てないから分かんないけど、うん、例えばね、皇室の人のなんかこう、結婚相手がこう、まだやってますか？やってるね、あんなのもやってますか？もう何年、何年引っ張ってるよ。あと、卓球のね、愛ちゃんとか。はいはいはい、はい。例えばね、そういう感じのものばっかりじゃん。もうどうでもいいじゃん。生活的に何にも関係ないもん。うん。うん、だったら最後まで終えって僕は逆に言いたいですけどね。どういうこと？例えば、あの僕がすごい覚えてるのが、なんか大阪の方で発砲事件があったとか、なんか結構何年前の話で、それが起きた日はまあその報道になる、わかるじゃないですか。2日3日後も犯人は、容疑者はこういうことを考えてだろうかとか、そういうのをまだやってて、で4日ぐらい経つとその話題がなくなって、また他の話題また引っ張って3日ぐらいやるじゃないですか。でその犯人は捕まえたのかとか、その刑は何なのかとか、全部だったらちゃんと最後まで追ってくれっていう、僕は逆に思っちゃうんです。そんなに、まあね、そんなに話題ずっと引っ張ってたので、3日もやってたので、なんかじゃあちゃんとやれよっていう。犯人探しとかさ、想像だけさせてさ、うん、結果はどうでもいいっちゃどうでもいいよね、あれね。うん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 、うん、なんか話題性だけ、そうそう、うん、取り上げてるだけなので。まあそうよ、それだから見ないから、見ないかな、うん。あと、うん、あの一回香港で、日本の某テレビ局の報道番組が香港に取材来た時に、僕通訳コーディネーターでついてたんですよね、うんうん、その時も結構あの裏方の、まあ、ディレクターさんとかカメラマンさんとか、あとレポーターさんとかもいたので、その時も一緒にご一緒させていただいた時も、やっぱりちょっと考えがちょっとダメだなっていう感じはしましたね、うんうん、裏の人も。そうね、うん、まあなんか見る人が分かりやすかったり食いついたりするものはこういうものだっていうふうに思っているんだろうね、初めからね。勝手に思っているんですよね。そう。で、それがでも結構な60とか70とかに近いおっさんたちがそれを思っていて決めつけていて、うんうん、それをやろうとするから決めつけた状態で、だからそのくらいの同じぐらいの年齢の人たちは食いつけるけど、だからもう若い人とかほぼ見ないと思うよ、テレビって、うんうん、見るとしても本当にバラエティだけですよ。ニュースとか報道番組は本当もう、まあね、うん、そういえばみちさんも以前テレビ制作に関わったことを、うん、うん、話やってましたね。うん、やってました、うん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 、だからまあその業界がどういうふうに今どんどん社用の時期に入ってるかは分かっているし、うんうんうん、あとは何だろうな、まあ、友達とか知り合いとかにこう CM だったりとか業界の人もいるから、出版とか、うん、だからやっぱり前まであった大きな
既得権益だったりお金がいっぱい稼げるようだったところへんが、まあとことんお金がどんどんなくなってきていて、なんか困ってるところが多いなっていう。そうなんですね。まあ俺とかはなんかね、全然ちっちゃいからさ、こう回転が、お金の回転とかさ、その、まあそういうところと比べたらですかね。そうそう、だから大きなお金を手に入れて大きな何かを動かしてるわけじゃなくて、それの上がりも下がりもちっちゃいから、あんまり関係ないじゃ関係ないけど、そうね。では、みちさん、この1週間、2週間、何されてましたか？僕の話は。はいはい。なんか、金沢にいたとお聞きしたんですけど。はい。あ、じゃあちょっと1個、面白い話かどうかわかんないですけど、話してもいいですか？え、それは滑らない話に取っておかなくて大丈夫ですか？逆に。滑らない話っていうよりは、滑るとこも ない感じの話ですね。まあ、話題っていうか。じゃあ、大丈夫ですかね。どうぞ。ですね。金沢にはね、金沢カレーというのがあるらしいんですね。金沢黒カレーですかね。わかんない。金沢カレーって言ってたけど、まあ B 級グルメってやつなのかもしれないけど、ありますね。で、僕は、あれ、彦さん、金沢行ったことありますか？金沢行ったことないんですけど、ちょっと知ってます。旅行関係で仕事をしてたので、ちょっと知ってます。なんかね、その美術館で展示を作っていて、でグループだから6人ぐらい作家がいて、普通だったらじゃあ晩飯食いに行きましょうかってなるんだけど、まあそれで感染とか出したらなんか美術館の問題になっちゃうから、まあみんなもしれっと帰るような感じだったんだけど、あの帰り道にその金沢カレーの老舗のなんだっけな、インドなんか忘れたけど、なんかおカレー屋さんがあって、でそこは本当に発祥の地みたいなところで、で行ってこう食べてみたんですよ。で、そしたら別に美味しいわけじゃなくて、まあ普通なんだけど、若干変わってることがあったら、キャベツの千切りが横の方にボンって乗ってたりするぐらい、他は大した差がないんだけど、妙にハマったんですよ。あ、そうなんだ。逆にハマったんですね。はい、そう、妙にハマったんですよ。で、なんでだろうと思って、で、さて一体何ででしょうか。何かが俺にすごいぴったりだった、そのカレーの。その具材とかではなくて味なんですか。なんか昔ながらの母の味っていう感じがするんですか。ね、味ではないですね。味ではないんです。はい、味ではなく、はい、味ではないんですよ。店の雰囲気とか。ではないですね。ではないです。もう金沢、と思って、あれと思って調べてみると、金沢カレーの特徴が5つぐらいあって、1個が、キャベツが乗っている、千切りが。それは知ってますね。で、もう1個は、なんか、金のこう、器で、先割れスプーンとかで食べるみたいなのが入ってるって、あともう1つか2つぐらいあるんだけど、その中の1つに入っていて、ああ、なるほど。だから俺はハマってたんだというか、こう、好きなんだ。なるほど。なんかスパイス系とか調味料系では味ではないですね。味ではない。味ではない。ちょっと難しいですね、この質問。カツは乗ってましたっけ？カツも乗ってはいますね。乗ってますよね。乗ってます。でも関係はない。関係はなくはないけど。なくはない。ちょっと近づいた。なくはないけど。ちょっと近づいた。カツと関係はなくない、ちょっと分かんないですね。分かんないですか？このままだと時間使っちゃうんで。ちょっと待ってくださいね。今ね、これかな？あ、ちょっと、でも金沢の金沢カレーはビッググルメで結構有名っちゃ有名ですよね。チャットで今、画像検索を出したので、ちょっと見てみてください。はいはい、このざっと見た感じで、何かが普通のカレーと少し違うんですよ。なるほど。ちょっと待ってくださいね。今、視聴者の皆さんは、視聴者、まあ、ラジオ聞いてる方はちょっと聞こえないんですけど。はい、Google で金沢カレーと入れて、はいはいはい。この検索のやつをリンクを送っといたと。で、特徴としては、ちょっと大きめなカツが乗っているのと、見た目の感じで言うと、さっき言った、キャベツの千切りが横にポンと乗ってるのと、そうですね、器が金であって、
で、食べるのがフォークかスプーンか、まあ、フォークのこともあるぐらいなんですけど、それ以外に1個とカツにソースが乗っかってるところですか。お、ちょっと近い。え、近いんですかそれ。近い近い、合ってるんじゃないですか。近いんですか。近い。それもだけどもう一歩なんですけど。もう一歩なんですか。はい、もう一歩。え、こ衣の粗さ。違う関係ないですよねじゃあ正解しましょうか。はい、お願いします。正解はですね、大した話じゃないんですけどね。福神漬けとかじゃないですよね。じゃないです、じゃないです。正解はですね、はい、金沢カレーは一番上にカツが乗ってるじゃないですか。はい、でカツの上に、カレーがかかってなくてソースがかかってるでしょ。はい、そうですね。ね、で、実はご飯がよくあるのは、お皿の半分ご飯、お皿の半分がルーで、ご飯の上とかにカツが乗っているっていう、半分ぐらいにルーがかかってるっていうのが一番よくあるタイプじゃないですか。はい、そうですね。で、あれ俺めちゃくちゃ食いにくいなと思ってたんですよ。ああ、なるほど、半分、ハーフ&ハーフの方が食いにくいと。そうで、ご飯の上にルーをかけたいんだけどカツが乗ってるし、ああ、はいはいはい、なんかすっごい中途半端で、で、あるところだと、はい、カツの上から結構こうルーがかかってて半分に、その時間も米にはかかってなかったりするんですよ。で、個人的にすごいおしゃれなカレー屋さんに行った時にすごい恥ずかしいのは、俺のこう昔からもめんどくさいからルーとご飯をぐちゃぐちゃに混ぜたいんですよ。はいはいはい、ただすごい子供の食べ方みたいだし、はいはいはい、なんか恥ずかしいんですよね、半分半分にわざわざ分けたられてるのをぐっちゃぐちゃに混ぜてるところを見られるのが、でみんなどうやって真ん中から崩しながら食ってんのとか見ながら、なんでこんなことしてんだろうと思うし、さらにその真ん中のこう境界線の上にカツが乗ってると、さらにその境界線を混ぜ合わせながら食べるのがめんどくさいから難しい。だから外でカレー食べるのちょっと嫌いなんですよ、なんか恥ずかしいから。なるほど。なんだけ ど, なるほど、金沢のカレーこれはもう全部ドーンと上に乗っかってるから食べやすいんですよね、みちさん的に。お皿の中にご飯が、まず下にご飯が引いてあって全部に、その上に本当にルーがかかっていて、その上にカツが乗ってるんだけど、カツにはソースまでかかってると。だからものすごい食いやすいなるほどなるほど。そうだから、ご飯をそのまま上から取ろうとして作ったら、ルーがちゃんとかかった上でご飯と混ざってないけど、ちょうどルーもご飯も取れるから、そうですね、混ぜなくても美味しいしちょうどいいんだけど、半分半分にルーをするのが俺なんかずっとこう、ね、まあ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 、上品とかの問題とか見栄えの問題とかもありますかもしれないですけど、でも食べやすさを考えると上にかけて、そうですよね、で、妻にも言うんだけど、妻もなんかね、俺はもう混ぜちゃうし、だから上にかけてくれっていうのに半分半分にしちゃうんですよ。半分半分、半分半分が本当にいいのかなどう思います。え、彦さんはどうですか、カレー食べるとき。僕もうちでカレー出てくるときは半分半分なんですよね。で、食べるときは、食べるときもまあ、ちょっとずつご飯を取ってつけに行くっていう感じがいるんだ、それで。でも子供の時はかき混ぜてました。ああ、やっぱりな、そうだよな。なので多分まあ成長してちょっと恥ずかしいのか、それともちょっと見栄え的にちょっと悪いかなと思っちゃったのかな、うん、そうそう、見栄え的になんかぐっちゃぐちゃになってるのが悪い感じはするけど、右側液体、左側なんかご飯固体で、真ん中をずっと混ぜ合わせながらちょっとずつ食べていくっていう、なんかあれが俺合わなくて、本当に。でもですよ、でもですよ、僕思ったのが、香港の料理ってみちさんもご存知だと思うんですけど、結構あんかけ類とか多いんですけど、それも結構上に全部ドンとかけてますよ。かかってる、かかってる、かかってますよね。ああいうのはいい、そうそうそう、なので香港だとそこまで関係ないと思いますよ。だから香港の人たちは多分半分半分にカレーがなってたら、なんかちょっとイラッとすると思う。それか、あ、日本だなと思うかもしれない。まあそうね、逆に、そうそうそうだからそれを超えてくるのがスープカレーじゃない、北海道、はいはいはい、それあれってもうご飯と、まあ、あのルーというかこうスープがバラバラで、だ初めどうやって食っていいか分かんないじゃん。あのスープをドサッてかけちゃうとさ、めちゃくちゃかっこ悪いしさ、はい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 、だからそうしたらスプーンにすくって
スープに沈めてから食うんでしょ。それかスープを少し取ってご飯の方にかけるか。あ、かけるか。そう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 。うん、いや、わかります、わかります。これ戸惑いました、僕も北海道行った時。そう。だスープカレー好きだけど、俺大体レトルトとかですごい美味しいやつを買ってきたりして、うん、家でご飯の上にぶっかけて食べる。そう。それはそれでいいですよね。味は美味しいんだけどね。味は美味しいですよ。うん、そう、めちゃくちゃ美味しいんだけど。でも正直美味しければいいですよ。美味しければいいけど、楽しめられればいいですよ。まあね、若干恥ずかしいんだよね。うん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 、妻もなんか半々じゃなくて上にかけるのお子様ねみたいな感じも出してくるしさ、なんかなんで半々なのかなっていう、あれがちょっとなっとかっこいいから、かっこいいから、かっこいいとは思いませんよね。かっこいいとは思ってませんよね。ご飯も見せたいの。いやー、なんでしょうね。確かにそう言われてみると分かんないですよね、なぜそうするか。うん、だって俺、まあ、半々になってても大体もうこうご飯の上全部かけちゃうもんね。で、そこで第一段階で、そこまではいいけど、そこからぐちゃぐちゃにするともっと恥ずかしい。ああ、はい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 。うん、なんか子供っぽいっていうイメージですかね。かなぁ、うん。うん。そうなんですよ。だから金沢は、そのぐちゃぐちゃというか、もう混ぜ合わせ天国というか。ええええええ。という話でした。金沢カレーの話です。金沢カレーにハマったっていう話ですね。で、まあ、でも、うん、なんか展覧会が全部今、そうなんですよね。ちょうどたまたま昨日か一昨日フェイスブックの方でもなんか書いてましたよね、みち、うん、さん。今現代美術館、東京の現代美術館展示も閉鎖中。うん。金沢の展示も閉鎖中。で、大阪の民泊って博物館展示も閉鎖で、そのまま終わりそう。閉鎖したまま終わる。そうですね。5月まで、いっぱいまでですか？まで。だから、特別が6月の20だから、ギリギリ最後1週間ぐらい空くんじゃないかな。そこでみんなで駆け込んだ。まあ、どうなんですかね。ちょっと微妙な感じしますね。ね、うん。いや、ほとんどだって見てないもんね、みんな。で、金沢ですよね。金沢だけ9月までなので、そっちはまあいけるかな。まあ、まだ時間は多少ありますね。うん、そう。でももう今年だって、うん、あと8月からここで展示、この直島で展示ぐらいだから、うんうん、はい、結構でかくて頑張ってたやつが全部今中止中。そうですね。うんうん。結構今ガラガラですもんね、今、みちさんのところは。うん、うん、そう、ね。全部出したって感じですかね。うん、全部出して。でも今すごいですね、うん。3つ展示会同時に開催できるっていうのか。いや、だから1月2月大変だったよね。もうなんか記憶がないもんね。そういう感じします。同時に進行してて、同時にいろんな問題が起こったりするから、しかもコロナだから、なんか、なんていうのかな、島の日常を毎日こう、てなんていうの、9時まあ6時に起きて、8時半から娘を車で送って行って、9時からここに来て、で、4時半ぐらいまでいて、娘を迎えに行って、で、一緒に遊んで、6時からご飯食べて、風呂入れて、寝かして、俺も寝ちゃって、みたいな生活だったから、そこの中にこう、東京の感覚で、仕事の感覚で、こう、メールがバンバン来るから、うん、だからその人たちはもう、ほんと10時とか、夜とかにもメールがバンバン来るし、ですね。そうそうそう。だから、うんうんうん、なかなか気持ちが合わないっていうかね。まあ、生活のリズムが、ちょっとずれてるんですかね。うんうんうん、でもまあすごいですよ。3つ同時っていうのが。まあね。まあ、どうなんでしょうね。まあコロナの影響あって見れない方も多いかもしれないですけど、でもまあ道さん的にはなんか、僕はすごいなと思いますよ、ね。同時に3つっていう。大体アーティストさんって1つに集中してやるじゃないですか。まあでも、なんていうの、僕の場合、確かにコロナだと、ぜひここで新作をっていう話が言いづらいから、旧作で良くなるっていうのはあるかもしれないですね。うん。だからなんか、下道さんのあの点、作品を展示してほしいけど、もしよければ、うちの、土地で新しい新作に挑戦しませんかっていうのが結構よくある依頼のされ方。そうですね。はいはいはい。そう。なんだけど、そのうちの土地でやりましょうみたいなのが結構少ないから、だから、
3年前にあそこで展示していたあの作品をぜひ出してほしいっていうぐらいの依頼になるから、うん、まあ、そういう意味ではそこまで大変ではないかもしれない、うん、で以前の依頼とかも結局コロナのせいで、まあ、中止とかもいろいろあると思いますけど、まあ、そういうので延期延期になってこの3月4月5月ぐらいに全部重なってきたっていうのはあったかもね。うんうんうん、うん、確かに確かに、なるほど。でもまあヒンさんとかはね、今香港で作ってるし、だから別に香港そんなに今感染者がめちゃくちゃいてとかそういうわけでもないから結構みっちり新作に取り組んでるっぽいし、うん、ですね、うん、うん、そういうなんかそういう感じでもないんだよね今日本って。うんうんうん、うん、でもまあ逆に直島、俺が今住んでる島の場合は結構みっちり作れるから、まあ8月の展示は島民の人をびっくりさせようかなみたいな感じで今作ってええええ、それも楽しみですね。うん、ただ外から来れる感じじゃないから、うん、都市型の展示とこの島の展示って意識が全然違うかなっていう。うん、あ、そうですよね。でも多分取材してくる人もいるんじゃないですかね。うん、あ、いると思います。取材しに来る人とかも、うんうんうん、もちろんと思います。それでまたいろいろ発信できたらいいかなと。そうね、思いますけど、まあ、うん、まあまあそうね。あ、うん、でもまあなんか夏が来るからなんかあったかくなってきたしなんかこうなん5月病ですか。いやいやいや、逆、あのもうなんかいろいろやりたいみたいな。あ、逆なんですね。うん、旅したい。そうなんですね。そうそうそう。うーん、でもね、あの、あ、そうだ、思い出した。あの、香港の、俺が行って、こう、通訳とかで、ヒコさんとかと動いてるときに、実は一個、はい、台空の近くの、小中学校かなんかの跡地というか、そこの中に鳥居というか神社の跡が残ってるっていうのを調べて、はい、で交渉して撮影させたい、してほし、撮影したいっていう話をしたんですよ。で、まあ、あのスタッフが交渉してくれたけど、その時ちょうど、うん、そこを持ってるのは政府が持っていたらしくて、だから許可が下りなかったんですけど、どうやら去年か一昨年ぐらいにそこに入って撮影をした写真が出てきて、あれそうだね。うん。で、それをスタッフが見つけて、スタッフというか、むいちゃんが見つけてきて、送ってくれたら、しっかり神社の跡が残ってて。あ、そうなんですか。うん。学校の校庭の横に。で、校庭の中に。校庭の横に。うん。で、もう撮影したいって言って、じゃあ、その学校の敷地が、政府じゃなくて、今、学校側が持ってて、で、校長先生が取ってもいいよ、みたいなことを言っていて、ただ今こういう時期だし、みたいな。でも、今、活動中でどんどん壊してんだって。そうなんですね。ざわざわしてて。あらあらら。そうなんですね。そうなんですね。でも、やはりご自身で香港に来てみたいですもんね。言えば。いや、でも。でも結構香港って来たことあるし、なんとなくそこの場所がどんな感じかはイメージできるから、うん、もしかすると彦さんとかに機材送って撮ってっていうことも可能かもしれないけど、でもなんか行っていいんだったら2週間とかさ、あの、かけないといけないけど、出るときと入るとき、でも行ってもいいんだったら行きたいなと思ってて。ね、うん、まあ、みちさん、時間的に良ければいいんですけどね、2週間、2週間、結構と、1ヶ月隔離取られちゃうから、ちょっとそこに時間。そうなんですね。うん。そうなんよね。でも、どんどん壊されてるというか、改装されてて、だから、すごい、なんかね、廃墟みたいに残ってたやつが、今、学校新しくしてるとかで、なんかすげえ気になるんだよね。そうなんですね。後でちょっと、調べてみます。うん、うん、後でね、見てみて、うん、後で写真送るわ。はい、わーって感じで、わーすげーみたいな。そうなんですね。そんなところ、なんかちょっとだけ話したら、話したのを聞いたことはあった気がします。うん、あ、本当。うん、ちょっとだけ聞いたのは、ちょっとなんか印象にある感じです。これだ。へえ、そんなところあるんですね、香港でもまだ。ただ壊してると。ただ今は壊してると。そうそう、壊してんのか、改装なのか、そのまあでもどちらにしろ多少原型はまた変わっちゃうと思うので、そうだね、まあもし
通るんでしたら早めがいいですよね。そう。あれ、ヒコさん、あの、Facebook って名前何で登録してましたっけ？多分、ヒコリーじゃないですか。それか、最近ちょっと変えて、内山にしてみました。内山か。はい。内山。あ、これか。ヒコリー。あ、でもヒコリーな。ヒコリーになってます？うん。うん。はい、今送っときました。これで。あ、ありがとうございます。うわっ！こちら。鳥居も立ってたみたいな。鳥居はないんだよね。おお。でしょ？へえ。そう。え？これ神社なんですか？神社、神社。へえ。なんか洋風な学校の背景ですかね、後ろは。そう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 。うん、そこにポツンと、なんか祭壇みたいのがあって。あ、そう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 。もう一個送りましょうか。はい。祭壇というか、まあ、昔の神社の跡ですよね。ちっちゃめな。え、これも日本風の神社なんですか？もう完全に日本の神社の形ですよね。この周りの柵の形とかはもう神社そのもの。あ、柵の形はそうですね。うん。おー、はいはいはい。うん。ああ、なるほど。なんか、狛犬が上に乗ってそうな感じな。いやいやいや、これはもう、ちっちゃな家みたいなのが乗ってるはず。ああ、なるほど、そっちですね、そっちですね、うん、もう。そうそうそう。はい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 。へえ、なるほど。あ、でも、ほんとなんか、後ろ工事してますね。へえ。そうなんですよ。だから、うわ、行きて、でも行くとなると1ヶ月以上かかるな、みたいな。逆にここの歴史ちょっと知りたいですね。なぜここにこういうものがあったか。あ、日本人の学校があった、そのまあ進行していって、うん、香港に建てて、だから戦前にあったみたいで、そうなんですね。うん、なるほど、すごいですね。そうなんですよ。ちょっとでもただ香港に来るのに結構1ヶ月取られちゃいますからね。本当に時間がないと、ね。しかもどこにも行けないわけでしょ。いや、どこにも行けなくはないですよ。マスクしてればどこにも行ける、行けますよ。あ、そうなんだ。うん。じゃあ、台湾でサーフィンしながら2週間みたいなこともできる。あ、全然できますよ。そういうことなんだ。そっか。なんか空港のそばで誰とも接触せずに2週間耐えなきゃいけないみたいなことではないんだ。まあ、言えばそうですね。どっかのホテルで2週間隔離するとか、そういう話だけで。おぉ。台湾の近くの民宿に泊まってっていうか、そういうので大丈夫。まあ民宿側が良ければ。そうか、そうだよね。ホテルはある特定な何個かホテルはリストに入ってるので、隔離用のリストに入ってるので、そこで泊まって隔離するのはいいですよとかはあるんですけど、民宿とかは、あと自宅で2週間とかはちょっとダメなんでしょう。まあダメみたいなので。そうか。まあまあできるっちゃできますけどね。うん、ただただ本当時間その2週間分ちょっと取られちゃうので、だから1ヶ月半ぐらい、せっかく2週間で入るんだから2週間ぐらい痛くなるしね、それだとね。ですよね。でもそう考えると1ヶ月ほぼ無の何もできない状態で2週間だけですよ。それもそれでちょっと違うなと思っちゃう。あ、ヒコさんとか、あ、いやいや、ヒンさんとかに頼んで、まあ撮影する場所とか、まあこう後ろからこうオンラインで追ってもらって、あ、じゃあその構図でいいよ、 OK みたいな感じ、ね、その方がまだいいと思いますね、うんうん。まああと結構もう写し方も決まってるし、あとは知らない土地に行って撮影するんだったらその知らない街にこう入りたいけど、香港の場合はあの辺って結構知ってるから、だから、まあ何回も切ってますもんね、香港実は。ミキさん、あとはなんかね、最近チンタオ、はい、チンタオ、チンタオに、はい、やっぱり鳥の跡が残ってるのが分かってる。だからチンタオとかだったら行ったことないから、自分でこう撮影の場所決めなきゃだし、行きたいな。まあ、でも今の状況だと、まあ、厳しいですね。まあそうね、うん、そうそう。だからちょっと香港はね、どんどん壊されちゃうかもしれないから、すっごい気になってて。そう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 。まあ、うん、でも、ヒンさんの展示のオープニング終わったら、ヒンさんも時間が空くので、ヒンさんと僕でなんかできるんじゃないですかね、ミスさんリモートでもいいので、ちょっと撮りに行くとか。あとなんか室外で、あのミチさんがスタジオでラジオして、僕とヒンさんが外でやるっていう感じもなんか面白いじゃないですか。それもいいね。ただただ僕たちの映像とかあんまりはっきり撮れないと思うんですけど、外にいるので、電波の関係とか機材の関係あるので、
まあその撮影した後とかにラジオ撮っちゃうのもいいかもね。こんなことしてきましたみたいな。そうですよね。それもなんかちょっと一つ面白いことができるんですかね。まあちょっとむいちゃんに言ってみようかな。そっちでひんさんとかに頼むのはどうだろうって言って。ですね。それもちょっと面白いと思います。まあみちさん来れないのは残念ですけど。取り壊される前にちょっとなんか形に残した。食べたいもんとかいっぱいあるからな。で。ですね。結構香港にいた時って毎日ビールと美味しい料理食べてるっていうイメージでしたもんね。しかもまあね、あの彦さんの娘じゃないわ。妹が本当に食通だからさ、なんか美味しいの連れていくから、なんかちょっといい店行こう、いい店って美味しい店ちょっと教えてよって言うと、すげえ美味しい店いっぱい調べてきて一緒に食いに行ってたから。いやー。ですね。まあ。なんかいろいろ政治的な問題とかは変わったとしても食べ物がそこまで変わるわけではないからな。まあそうですね、食べ物はそこまで変わってはないと思います。はい、でしょでしょ、うん、ちょっと言い切れない雰囲気あったんですけど。本当、いや、いろいろ大型チェーン店が多すぎて、はそういう小さい個人経営のお店とかだんだん少なくなってはいるので、 あと食材とかも中国系の食材が多くなってはきてるので、あー、なるほどね。ちょっとは多少変わってるところはあると思うんですよ。うん、なのでちょっと言い切れなかった自分もあるんですけど、うんうんうん、まあでも香港はまあ料理も定番の美味しいので評判があるので、ミッさんもご存知だと思いますけど、はい、食べ歩きましたもんね、なんかね。ですね、ですね。まあまあこんなもんですかね、今日は。ですかね、はい、ちょっと今日は短めで微妙な放送は全編日本語でお送りしてみたと。まあ、ミチさんは他のラジオ番組やってるので、全部日本語では普通なんですけど、ね、すね。まあでもあっちもね、もう安定の150再生みたいな感じになってて。ですよね、僕も最近聞いたんですよ。うん、ミチさんと微妙な放送やってなかった期間、ちょっとミチさんの声が聞きたいなと思って、聞いてみて。ありがとうございます。山下さんの声って結構いい声ですよね。面白い声ですよね。ラジオに乗せてる声って、まあ、電波に乗せてるっていう声が、なんかいいなと思いましたね。はい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 。特徴あるよね。まあ、ヒンさんの声とかはもううちの妻とかいい声ねとか言ってるけど、ああそうなんですか、いい声ねって言って、へえ、そうなんです。あ、話がまた戻っちゃうんだけど、あ、いいですよいいですよ。少し福山雅治のあれ見ました？あ、見ました見ました。ファミリーヒストリー見ました。はい、なんか微妙じゃなかった？ちょっと微妙でしたね。ねえ、なんかテレビ側がここで泣かそうとしてるところとかが何回かあったけど、全然ひょうひょうとしてて。うん、ですね。全然こう、あと途中であくびしてたでしょ。あ、そこちょっと見てなかった、ね、なんか、我慢してるけどあくびしてんな。なんか退屈そうだったよね、ずっと。驚きもないし。そうですよね。そこまで淡々と終わった感じですかね、家は。なんかそこまですごいいい内容とかではなくて、本当ただただ、あ、こういうことはあったんだ、こういうことあったんだとかだけで終わったっていう感じです ね。お父さんお母さんの出会いがこのくらいでしたみたいな。あとは、おばあちゃんかなんかが植えたみかんが、これだけなんか木が残っていてなってましたとかさ、ちょっといい話があったけど、なんか微妙でしたね。でもそういう話って結構福山さんも結構自分のラジオとかで以前とかもしてるので、あ、結構知ってることが多かったんですよね。韓国に行くくだりだけはあんまそこまで知らなかったですけど、それ以外の、まあ、お母さんお父さんどうやって出会ったとか、あとはおばあちゃんがみかん植えてるとか、そういう話は曲にもなってるので、なので、まあ別に、あ、まあこういうこと、はいはいはいっていう。そうね、うん、いや、なんかね、ホテルで、金沢のホテルでちょうどテレビ見てたら、お、福山雅治だ、久々にってなって彦さんに連絡して、そしたら彦さん、まあ香港なんか見れないけど、落ちてたら足とか見ますって。その後見ました。はい、はい、では今回の微妙な放送第17回目の放送はここで終わりたいと思います。広東語を聞きたい皆さんはまた来週か再来週ですかね、多分来週はヒンさんもちょっと忙しいので、来週、
な、そしてお知らせですが、滑らない話は、また次回また追って、はい、はい、お知らせしたいと思います。ではでは、今週の微妙な放送はここまで。お相手は彦と下道でした。どうもバイバイ、はい、また来週。